皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、人の目が気になって投稿ができません、どうしたらいいでしょうという、お悩みにお答えしていきたいと思います。ですね、SNS っていうのは非常に、良くも悪くもいろんな方の目に触れるっていう状態で、特に投稿ができなくなっちゃうっていうタイプの人は、友人知人とかから、あんなことしてるのとか、そんなことでいいの、大丈夫とか言われたりするね、その批判系の言葉が気になって投稿ができないっていう方とかがね多いですけれども、例えばそうですね、お勤めとかをされた方とかなら、おそらく分かると思うんですけれども、名刺って会社の名前が先にあって、部署と自分の名前が大概書いてあるので、相手の方っていうのはその会社の名前を信じて、仕事をする形になる、仕事をするないしは物を買うっていうかね、それが通常商取引の部分になりますよね。でちょっとだけ厳しい言葉で言うと、教室っていうのは、その一個の一国一城の主というか、会社の代表として、それがパートからの起業で、私ちょっとやってるだけですっていう状態だったとしても、屋号を持ち教室を構え人を集めお金をいただくっていう仕事をしている以上、それ会社と大して変わらないんですよね。責任を持つ度合いはもちろん違いますけれども、そうすると会社っていうのは当然公共公のものだから、それが、人の目にさらされるのは当然だし、場合によってはもちろんその会社自体を批判する人と出会ってしまうっていうこともすごく普通にありうることですよね。だからその自分がどこまで頑張りたいのかによって、人の目が気になるから発信やめとこうっていうレベルっていうことであれば、お仕事として考えない方が多分いいですね。辛いからお仕事として考えるにしても、人の目っていうのを気にしてるっていうこと自体がもうやっぱり個人の個が外に出ている状態になるので、教室の屋号を持って活動するっていうのは、公のものに近い状態での商取引になっていくので、そこが乗り越えられないっていうことであれば、多分口コミベースの、別に必ず SNS をやらなくては集客できないって言ってるわけではないですけどね。ただホームページにだっていろいろ書いたら、知人とかがそれを見たとしたら、やっぱり言う人は言うでしょうしね。一番いいのは、だからそういうふうに仮に言われたとしてもね、その人はあなたではない、だからあなたがやることに別に人生においても責任を取ってくれるわけではない、だから基本的な対策としてはスルーなんです。基本的には自分が自分の責任において行くべき道を決めて、そこをしっかりやろうって決める部分においては、人の暴走は良くないですけどね。人の意見っていうのは一応聞いておくけど、受け止めちゃうってことはしなくてスルーでいいんですよ、基本的には。だからそれがしにくいっていう方は、若干その、メンタルとして、鍛え直す部分とか、お仕事をするっていう意味のメンタルですよ、人間的にっていうことじゃなくて、お仕事関係なかったら自分の好きな頻度で、楽しく身内だけで投稿とかしてやったらいいと思うんですけれども、そのツールを仕事として使うとなると、人の目が気になって書けないとかっていうことよりも、やっぱりその教室の良さであったり、自分の子としての考え方を外に発信していくっていうのはどの道必要になるので、割り切る必要が出てくる時があります。だから自分はどっちの方向で行きたいのかっていうのはやはり考える必要があって、その方向において、無理に頑張る必要もないし、やる人はそれが必要だよね、個ではなく一つの事業体、教室っていう屋号を持った形の中の先生っていうパーソナルな部分になっていきますので、
どのみち世間の目にはさらされることになります。だから、可能であればもう人は人、自分は自分っていうふうに捉えることができるマインドを持つ、これが結構ね大事になってくるので、そんな観点からSNS との付き合い方も考えてみていただければいいと思います。それでは。